ナナ・バスコンセロスは、ブラジルのパーカッショニスト、ボーカリスト、ビリンバウ奏者である。24枚以上のアルバムを発表している。ソロアーティストとして、またパッド・メセニー、ドン・チェリー、ビョーク、ヤン・ガルバレグ、エグベルト・ジスモンチ、ガトー、バルビエリ、ミルトン・ナ・シメントラのバッキングミュージシャンとして、仕事している。バスコンセロスは、ブラジルのレシフェで生まれた。 1967年からパーカッショニストとして多くのアーティストの作品に参加している。数多くのコラボレーションの中で1976年から1980年までのジョン・ハッセルのアルバム4枚に貢献し、その後、1980年代初頭から1990年代初頭にかけていくつかのパッドメセニーグループの作品とヤンガルバレクのコンサートに貢献した。 1984年には、ポール・モチアンと共に、ピエール・ファーブルのアルバム、シンギング・ドラムズに参加した。また、ラルフ・タウナーと一緒に、アリルド・アンデルセンのアルバム、If You Look Far Enough にも参加している。彼は、ドン・チェリー、コリン・ウォルコットと、コドナという名前のグループを結成し、1978年、1980年、1982年に3枚の、 アルバムをリリースした。1984年から1989年まで、イギリスで最初のサンバスクールである、ロンドンスクール・オブ・サンバの名誉会長を務めた。1981年、クリエイティブ・ミュージック・スタジオ10周年を記念して、開催されたウッドストック・ジャズ・フェスティバルに出演。1998年、バスコンセロスは、エイズ・ベネフィット・コンピレーションアルバム、 オンダソノーラ、レッド・ホット・リス・ボーンに、ルスでキャンディー・エローを提供した。バスコンセロスは、1984年から1990年までの7年間、ダウンビート氏の評論家投票で、ベスト・パーカッショニスト・オブ・ザ・イヤーを受賞した。また、8つのグラミー賞も受賞している。バスコンセロスは、2015年半ばに肺がんと診断された。2016年3月9日に、 レシフェにて、この病気で亡くなった。バスコンセロスは、コンガ、ビリンバウ、ヒョウタンドラム、トライアングル、ドラム、シンバル、ヘピニキ、タンバリン、ゴング、カシシ、トーキングドラム、クイーカ、セイカー、パルマ、パンデーロ、ザブンバ、ウドゥ、カバサ、プラト、タンボール、ハイハット、ベル、ウォータードラム、ビブラフォン、ギロ、ガンザ、カウベル、タブラ、シェケレ、 トルコドラム、スルド、シェル、アフリカンベル、アゴゴ、クレイポット、ティンパニー、スネアドラム、フレクサトーン、チベットゴング、その他のパーカッションを演奏してきた。ガトー・バルビエリー・モルター・デービス・ジュニア・サフィ、ブーテラ・ロン・カーター・コドナ・ドン・チェリー・ピエール・ファーブル、ヤンガルバレク・エグベルト・ジスモンチ、ダニー・ゴット・リーブ・パット・メセニージム・ペッパー・ウディショー・ゲイリー、トーマスト・ーキング・ヘッツ・ジョン・ハッセル・ジンジャー。 ベイカー・ポール・サイモン・ビービー・キング・マウリシオ・マエストロ、アート、リンゼー・ミルトン・ナシメント・ムタンチス・ハーブ、アルパート・チャカ・カー・アン・ジェレミン・スタイグ・アンド、エディ・ゴメス・コリン・ウォルコット・セルジュ・オメンデス・ジャック・ディジョネット、アンビシャス・ラバーズ・ローリー、アンダー・ソン・カエター・ノ・ベローゾ・デビ、ハリー・カーリー・サイモン・坂本・リュウイチ・トリロク・グル・トゥ・ウィーン、少年合唱団、デイビッド・サンボーン・レオン・トーマス・ジョンズ・オンペン,ギン・ンカフェオーケストラ ありがとうございます。